キリシタン大名として知られる高山右近は1615年に亡くなり、昨年没後400年を迎えました。列服への機運も高まっており、心の灯火では特別放送として列服調査委員会の委員長も務められた溝辺治カトリック名誉司教のお話をお送りいたします。暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。高山右近の生涯の中で大きな出来事の一つ、それは豊臣秀吉によって出された禁教令、まあ、正確には、宣教師海外追放令と申してもよろしいでしょう。これについてはたくさんの本が書かれておりますので、私が長々と話すことはいたしません。むしろこれを通して彼の人生がいかに変わったかということをお話ししたいと思いました。1587年7月24日夜遅く、二人の使者が豊臣秀吉から高山右近のもとに遣わされます。彼が信じているキリスト教を捨てなさいという命令を携えてきます。その理由は、彼がたくさんの信者を作ったこと、教会を建てたこと、外国の宣教師たちがキリスト教を広めて、そしてひいては海外から軍隊を率いて日本を占領するというような噂を信じた秀吉は、その責任を高山右近に問うたのでした。どちらにしても、高山右近が信じている一神教のキリスト教ということと、豊臣秀吉が感じている多神教、多文化、半神教の日本の文化ということと、なかなか会うことができません。いつかは必ず衝突する運命にありました。高山右近はキリスト教は自分の宗教であると信じていましたので、即座にそれを拒んだのでした。秀吉の命令は何でもお受けしますけど、こと神のことに関して、宗教のことに関してはそれを受けることができないというはっきりした意向を表しておりました。自分の意向に逆らう者がいるって分かった秀吉は、怒りが心頭に達して第二の使者を高山右近のもとに遣わしました。二回目に送られたのが自分のお茶の先生千の利休でした。千の利休は高山右近の性質を知っておりまして、決して譲らないだろうと分かった上で右近のもとにやってきて、キリスト教を捨てなさいということを伝えます。もちろん右近は一言のもとにそれができないと。千の利休はそれでは、明石の領地を返却しなさい、喜んでお返ししますという会話が続いてまいります。こうして証を捨てて新しい人生を歩むきっかけとなってまいりました。私はここでどうしてキリスト教の禁教令が起こったかということを話すつもりは毛頭ございません。たくさんの本があるからです。当時博多の名古屋の浜にはたくさんの兵士がひしめいておりました。そしてその噂はあっという間に
諸部省の間に広がっていきました。慌ただしい一昼夜を過ごして結局高山右近は家臣の金剛を多くのキリシタン武士に託しまして、博多湾の対岸にある能古島で一泊して、そしてさらに父親がいる淡路島へと渡ってまいります。秀吉の追放令に対処するために京都大阪京阪地区からたくさんの信者が姫路の室という港に集まってまいりました。そこで今からの京阪地区の教会をどのように保っていくかの話し合いが持たれました。その中で京阪地区の指導者であるオルガンティの神父と、それから高山右近の今後についてどのようにするかの話し合いがなされました。結論的には姫路と高松の間にある小豆島に送り込んで、そこで隠居してもらうということでした。こうして8ヶ月余りを彼らは小豆島で送ることになります。実はこの階段の室の階段の最後に、非常に珍しいことに高山右近は多弁になっております。長いおしゃべりをしております。オルガンティーの神父がそれを書いてくれておりますので、少し読んでみましょう。日本で行われる戦争で悪魔への執着から、そしてわずかな現世的な利益のために10万人もの人が死んでしまう。そして彼らだけが死ぬのではなく、彼らの家族も破滅と崩壊に引き入れられて敵の笑い草の元となってしまう。しかしながら彼らが今なさんとする戦いこそ悪魔に対する奮戦である。たとえこの戦いにおいて死んでも、キリストと共に勝利を告げ、その力のもとに彼の家族である日本の教会を保護するのである。これはかつて教会が幾千人もの殉教者の死によって栄光に飾られていた通りである。高山右近の平和への考えがよく表されております。高山右近の捉えている方向性、戦いに関して、平和に関しては積極的平和外交を展開するということにあります。すなわち平和的な環境を整えて、相手を納得させて相手の武器を引かせていく、こういう方式を指しております。最近読んだ雑誌に世界の12月号に寺島次郎さんが次のようなことを書いているのを思い出しております。21世紀の日本は中国と対抗でき、軍事力と経済力を持った専制国家ではなく、アジアの安定軸としての敬愛される成熟した民主国家を成立させることになければならないという話をしております。中国と戦っても仕方がない、争っても仕方がない、中国も日本も一緒に成熟した平和に対してのものの見方に成長していく、ここに新しいアジアの平和が設立されるということを表しております。相手に武器を使わせないようにいろいろな状況を整えていく、この平和外交こそ大事であると考えた。4世紀5世紀経ってもやはり考える人がよく考えて平和を生きたら新しい時代が生まれてくるということを私たちに考えさせてくれております。
私は確信しています。死も命も天使も他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。ローマ8章38節。この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り、植村隆夫さんの元気に生きる、森田直樹神父のイエスと友達の DVD を販売しています。お申し込みお問い合わせは電話 075-211-9341 または心の灯火ホームページからどうぞ。ファクシミリや E メールでも受け付けております。